これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。はい、どうも、俺です。ということで、今回は、はい。まずは、チャンネル登録、そして、わざわざ、携帯ポチポチしてコメントしてくれた人、大変ありがとうございますって感じです。はい。まずはコメントね、言ったからしてくれたんだが、まあ、はい。コメント本当もらえると非常に嬉しいです。で、プラスネタのね、提供もしてくれて、はい。感謝でございます。はい。まあ、連呼はね、たまにやってて、で、まあ、キリクトがすげえ連呼とかしてっけど、まあ、YouTuber じゃないんでね、ちょっと、まあ、連呼できないこともないんだけど、俺や、連呼し始めたら止まんなくなっちゃいそうでね、ちょっと、はい。やめてるっていうか、はい。そんな感じなんですよね、はい。で、もうほんとネタのね、提供は、非常にありがたいです。はい、ありがとうございます。っていうことと、あとチャンネル登録ね、ほんとコメントとチャンネル登録はしてくれるとね、非常にね、やる気が出るんだよね。はい。最近ほんと、減る一方でね、あんまり伸びなくて、ってな感じで、まあ、してくれてほんと、おっしゃーって、まあ、やってる人は特に分かったもんだけど、非常に嬉しいんで、ありがとうございますっていう感じで、それをちょっと言いたくて、動画を撮っております。はい。で、まあ、多分、この動画出す頃には、まあ、今週のメインの動画は出したと思うんだけど、出てると思うんだけど、はい。で、今回もですね、今日もドラゴンボールのオリパを買ってきまして、また一緒なんだけどね、500円のオリパです。はい、どうぞ。これを買ってきました。10パックかな。で、ポケモンの、パックを、これを4パック。ポケモンはちょっとビビって4パックしか買わなかったんだけど、はい、また買ってきたんで、来週は、まあ、これの動画になるかな。はい。本当に買ってきましたよーって感じですね。はい。なんで来週は多分これの動画になります。あと、コンビニ寄ったらね、これ売ってたんで、ダッシュアンしかなかったけど、まあダッシュアンのこの、これを多分来週か再来週か開けていきます。はい。はい。ということで、で、さっきね、ドラゴンボールのオリパを買ったら、これが売ってたんだよね。ソードアートの10周年のやつか?これなかなかね、一回開けたことあるんだけど、ちょっと売ってたんで、買いました。まあ、2パックだけだけどね。はい。ということで、今回はこれを、この動画ではこれを開けていきましょう。まあ、ソードアートも俺好きなんでね、これサインカードとかマジ当たったら神なんだけど。はい。じゃあ、行きましょう。今回は、顔出しで行っちゃうけど、まあ今度からね、カード開封はやっぱ手元の方がいいのかなっていう感じ。ナイス。でもサインじゃねえと厳しいね。お、まあソードアートはシノンが俺一番好きなんだけど、はい。シノンのサイン、あ、当たんねえや。サインカードとか、あ、これ結構、S、ダブル R が出た。これがダブル R か。はい。これはダブル R ですね。はい。あー。レジ前にね、8パックぐらいあったんだよな。でも高いからビビって2パックしか買わなかったんだけど。全部買えなかったかな。これはもう多分見かけないっしょ。これ再販かな?なんかシノンとか、お、ナイス。あー、これにサイン、これあったような気がするけどな。はい。はい。頼む。次ぐらいからすと。はい。なんだこれ。はい。あ、シノン出てっけど。はい。はい。あー。全部買えばよかった。後悔だわ。R、レア。まあこれが最高か。この、はい。ってな感じで。ああ、全部買えばよかった。チキショビビった。ああ、もうこれ絶対見ねえわ。ああ、まあいいや。はい、というわけで、今回の動画はこんな感じです。
多分この動画出す頃にはね、俺2回目の注射打ってうちで多分ガンプラかフォートライトやってると思うんだけど、はい。まあとにかく、コメントとチャンネル登録してくれた人、大変ありがとうございます。はい、本当感謝でございます。はい。まあ言ってもでも、まあ今年中に200人すっとぼけてね、行きたいと思ってるんで、まあ適当に、頑張りたいと思います。で、多分皆さんが求めてるような動画は投稿できないと思うんで、まあしてくれたら嬉しいんだけど、まあアホかと思ったらね、解除してもらって構わないんでね、はい。まあこんな低レベルな動画なんですけどね、はい。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ではどうも、ヒゲ剃りました。またね。